はい、どうも。煮物博士と、そして、ロボットドールのポテトちゃんです。バーン。今日は、進捗報告と、今後やること、それから支援のお礼について、お話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまず、進捗報告についてです。この2ヶ月ですね、最も力を入れて、開発したのが、このヘッドの再設計の部分です。いろんな課題がありましたので、一覧にするとこのような感じですね。これについては、実物を見てもらおうと思います。こちらがですね、新しく設計したヘッドの内部構造になります。すべてのですね、部品を新しく作り直しております。まずですね、この瞳の液晶の部分ですね。こちらは新しく高画質の液晶に置き換えました。さらに、配線を簡略化するために、専用の基板を作りました。で、この基板からフラットケーブルが伸びて、ラズベリーパイにつながるようになってます。ここにラズベリーパイが乗っかっています。このラズベリーパイで全体の制御をすることになります。このラズベリーパイに専用の基板を乗っけております。この基板はですね、配線を簡略化するためのものなんですけども、センサーとか、そういったものも追加で乗る予定です。こちらがですね、眉毛を動かす機構になります。この眉毛の機構もですね、だいぶ改造してまして、以前よりシンプルなものになっております。この内側にですね、モーターが2つあると思うんですけども、これがですね、首を動かす機構になります。では実際に動くところを見ていただきましょう。こんな感じですね。これも遊びとか片付きとかなくなるように、いろんなところを工夫しました。さらに外装部分についてなんですが、このように、着脱が簡単になるように、作っております。はい、こんな感じですね。さらに細かいことを言えば、いろんな改善点があるんですけども、まあ、ざっくり、こんな感じで説明させていただきました。次に、今後やることについて、説明させていただきます。この図は、前回の進捗報告の中でも、出したんですけども、後継シリーズを作るっていうのを具体的に進めていきたいと思っております。で、今回ヘッドを再設計したんですけども、こちらの設計で5体分作って運用していくと、その中でちゃんと動くのかどうかっていうのをチェックしていくっていう形になります。5体の内訳として、ポテトちゃん、イモコちゃん、それから他に3体のキャラを作る予定です。前回の報告の中で課題となっていたセンサーの実装と腕の駆動なんですけども、これはちょっと後回しになっております。後継機を5体作って動作を確認しながら、これを改造していく形で順次機能を追加していきたいと思っております。後継機を5体作るっていうのと並行してフェイスを複製してメイクを依頼できる人を探すっていう活動をしていきたいと思ってます。というのもですね、ぶっちゃけポテトちゃんシリーズが売れるかどうかってロボットの機能云々よりもメイクのクオリティとかどのくらいの作家さんに参加していただけるかっていうことにかかってるところが大きいと思ってるんですね。まあそのためにですね、フェイスを大量に用意しておきたいなと思っておりまして、レジンキャストで数十個とかのそういった単位で大量に複製して、依頼できるような体制を作っていきたいなと思っております。先ほどのフェイスの複製とも関連してくるんですけども、現在ファンボックスの支援者様向けに 3D モデルの配布をしております。この 3D モデルはヘッドの内部構造は含まれてなくて外装部分だけになるんですけども、外装部分はユーザー様に自由に改造していただける形を目指してますので、その一環として 3D モデルの、まあ、配布を、試験的にやってみております。で、この 3D モデルは未完成のものなので、まあ、今後どんどん修正が入っていくと思います。3D モデルの利用規約などについては、ファンボックスの記事の方で詳しく書いておりますので、そちらをご参照ください。次に支援のお礼をさせていただきます。
Amazon の欲しいものリストにてこちらの物品をいただいております。まずクト様に小さい部品を分別して収められるボックスをいただきました。エセプレッサ様にレトルト食品をいただきました。それからゼオ様にもレトルト食品をいただいております。こちら私の重要な食料になっております。それから綿菓子職人様に固定具、これはポテトちゃんを固定するための固定具です。それから食用の虫をいただきました。これは生放送で使わせていただきます。ファンボックスにてこちらのご支援をいただいております。大変ありがとうございます。名前を読み上げさせていただきます。7月ゼオ様、クマ様。8月ゼオ様、クマ様、カグラくるみ様、モケモッチ様、ぐるぐる様、ティーさん様。9月、ゼオ様、クマ様、カグラくるみ様、モケモッチ様、ぐるぐる様、ティーさん様、ナミ様、ヒップン様、カズノフェフ様。10月、ゼオ様、クマ様、カグラくるみ様、モケモッチ様、ぐるぐる様、ティーさん様、ナミ様、カズノフェフ様、ホビーロボットファクトリー様、綿菓子職人様、合計8万1000円のご支援をいただいております。大変ありがとうございます。で、こちらの用途なんですけども、いただいたうちの2万円は双葉のコマンドサーボを購入する費用として使わせていただいております。このサーボが定価6000円なんですけども、5000円で手に入れられましたので、5000円かけ4個で2万円で入手しております。こちらはポテトちゃん6号に使用される予定です。今後の用途なんですけども、同様にポテトちゃん7号に使用するサーボ、それから8号に使用するサーボを購入する予定です。また、先ほど、説明したフェイスの複製費用、こちらが、おそらく10万円弱になると、思いますので、こちらに使わせていただく予定です。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、進捗報告と、今後についてと支援のお礼をさせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。Thank you.